P-5 はソビエト連邦で開発された長射程潜水艦発射型の巡航ミサイル。グラオインデックスは 4K44 であった。また、非公式故障として数字号の愛称 K ピャチョールカで呼ばれたが、これは五大回評価の5という意味も持つ。西側諸国においてはアメリカ国防総省識別番号としては SSN-3C NATO コードネームとしては シャドックと呼ばれた。なお、P-5 から派生した P-6-35 も同じ NATO コードネームを付与されているが、西側諸国による確認が遅れたことから、DOD 識別番号では逆に P-6-35 に SSN-3A、B という若い記号が与えられている。第二次世界大戦終結後の連合国によるドイツ占領期。 ソ連はドイツから多くの技術を導入したが、その中には V-1、HS-293 などの巡航ミサイル技術も含まれていた。ソ連では、戦中の1944年により V-1 をモデルとして、ウラジーミルチェロメイ主任設計官によって巡航ミサイルの開発に着手していたが、ドイツからの技術導入によって、この研究はさらに進展した。 そして1953年の RDS-6 で水素爆弾保有に成功すると弾道ミサイルよりも開発が進んでいて軽量かつ安価な巡航ミサイルはソ連海軍にとって絶対兵器として捉えられるようになっていった。チェロ名主任設計官が在籍する第52設計局はまず1940年代 V-1 をもとにラスト地下 10X を試作した。 その後、1951年より、発射後に自動的に翼を転調するアークマイナス5自動、開き翼装置の開発に着手し、1956年には実用段階に達した。これを採用して開発されたのが P-5 である。644型潜水艦に搭載された発射塔 P-5 は、窒素を充填した密閉型コンテナに収容された状態で、 潜水艦に搭載されている。発射時、搭載艦はまず浮上して、コンテナ25度の行革をつける。ミサイルはまず2機の固体燃料、ロケットブースターによって出される。ブースターは2秒後に切り離され、KRD-26 ターボジェットサステナーを始動させて、巡航に入る。初期型においては、巡航高度は、気圧高度計によって管理され、400メートルに、 制限されていた射程と速度は気温によって大きく変動するが、例えば摂氏40度の場合、射程は 650km、速度は 338m 毎秒となる。ただし、平均誤差半径 3000m と命中精度が悪く、このため弾頭は核とせざるを得なかった。核出力は初期型で TNT 換算2 0 0キロトン 後にに650キロトンに増強された。また、巡航高度を気圧高度計で管理する、関係上、山を越えて、反対側の目標を攻撃できないという欠点も、あった。その後、改良された AP-70D 自動、操縦装置の導入によって、セップを2分の1内し3分の1、巡航高度も250メートルまで、低高度化した改良型の P-5D が、 実用化された。1957年より地上で、ついで洋上での実写試験が開始され、1959年6月19日に正式化された。また改良型の P-5D は、1961年3月2日より海軍への引き渡しが開始された。地上配備型は、 SPU-35V にザットと呼ばれ、4軸8輪10トラックのジール -135 に搭載された沿岸防衛ミサイルとして運用された。1984年12月28日、SSN-3 ミサイルが標的として使用され、フィンランドの国境を越えて稲荷湖に墜落した。ありがとうございます。